大門メキシク、えー、ン、大門です、えーえー。今日も損保代理店の問題を取り上げさせていただきます。えー、まあこの間あのお今日で三回目ですけれどもお、大臣金融庁がですね、えー、前向きな対応をしていただいてあの感謝申し上げておきたいと思います。で今日はですねあの大、ー、手損保による。 まあ、中小地域で頑張る中小代理店、まあ、いじめといいますかね、一番高圧的にやっている問題の典型でありますあの、乗り合い拒否という問題を、もう長年の問題になってきてましたが、あの取り上げたいと思います、改めて申し上げますと、あの複数の損保会社の商品を取り上げる、複数扱う、えー、代理店のことをあの、乗り合い代理店といいます。 特定の1つの損保会社の商品をだけを扱うのを、専属代理店というわけですけれども、まあ、専属代理店でこうスタートしてやっていた中小代理店がです、ね、えー、この前も取り上げましたけど、あのポイント制度というもとで、手数料収入がどんどん減額されて、売り上げが伸びているのに収入が減るというような事態に追い込まれているという中で、何とか売り上げを伸ばしたいと。 思ったとき、あるいはまたお客さんにです、ね、複数の損保会社の商品を紹介して、えー、ニーズに応えたいと思ったときに、まあ、乗り合い、代理店になろうと思うわけですけれども、ただそのときに大手損保というのはです、ね、囲い込み意識が大変強いわけでありますし、自社の売り合いが減るというようなことも懸念して、他の損保とのこう乗り合いを拒否するわけですね。 で、それがあの、脅迫的なやり方、強権的なやり方で乗り合いをやめさせようと。いうことで、まあ、これが地域代理店の、中小代理店の営業権の損害にも、営業の自由を損害するし、営業権そのものも、あの、犯すものではないかということで、長い間問題になってきたわけであります。で、具体的事例、この間も相談来ておりますのが、具体的事例を示したいと思いますが、まず今、現在進行中の、 えー、事例を一つ紹介します、えー。資料を配らせていただきましたけれども、えー、損害保険代理店の委託契約書であります。で、あのこういう契約書の形式っていうのは、損保ジャパン、日本コアと,とか、東京海上とか、あいおいとかありますけれども、大体形式は同じであります。であの、2枚目見ていただければ分かるんですけれども、要するにあの全体としてですね、 まあ大手損保がこう上から目線で高圧的優越的な地位からああしろこうしろというふうな契約書になっているわけでありまして2枚目の一番下の第16条に、えー、今日先ほど申し上げました乗り合いのことが書かれて、えー、おります他の保険会社と代理店契約をするときは、えーですねまあ、乗り合いをしたいならばあらかじめ当社の承認を得ることというふうに書かれて おりますでまずちょっと金融庁、遠藤さんに確認したいんですけれどもです、ねあの、こういう承認を得なきゃだめよと言ってるわけですけれども、まあ、この根拠はおそらく、えー、商法の28条とか会社法の17条ですかね、えー、規定があって、代理省の協業の競い合う、協業の禁止というのがあるんですけれども、まあ、分からすと言いますと、A 社の代理店が B 社の 商品も扱い,扱いたいときは A 社の許可を受けなさいというような、まあ、商法とか会社法にあるんですが、まあ、それを根拠にこういうことを書いている、契約書にも書いているんだというふうに思いますけれども、えーですね、ただあの、この商法とか会社法の趣旨なんですけれども、あの代理店といえども独立した事業者でありますから、営業の自由、営業権というものがあるわけでありますので、 この商法会社法の趣旨は、やるなということではなくて、えー、合理的正当な理由があれば、やっていいと。営業権、営業の自由からですね。ただし、許可を得てやってくださいということが書かれているわけで、やっていけないということではないと思うんですよね。だから、あの、やっていけないということならば、ただ禁止するというだけの商法になっているはずなんですけれども、許可を得てというのはそういう意味だと思うんですけれども、で念のために聞きますけれども、今は商法会社法の話なんですけれども、 保険業法とかですね、あるいは金融庁の監督指針の中に、代理店は乗り合いをしてはならないというふうな規定とか、あるいはそういう指針とか、どっかにあるんでしょうか。遠藤監督局長。お答え申し上げます。あの、まず、商法でございますけれども、あの、委員ご案内のようにですね、あの商法におきましては、この代理店は協業指示義務を負うこととされております。 えっと、商法の規定で言います代理省、まあ、ここで言うよ代理店でございますけれども、この代理省は、事故または第三者のために、えっと、商人、えー、ここで言いますと保険会社でございますけれども、この商人の営業の部類に属する取引をするためには、商人の許可を受ける必要があるという規定になっております。 で、損害保険会社と代理店の委託契約につきましても、こうした商法の規定を背景にして、まあ、代理店が損害保険会社からあらかじめ乗り合いの承認を得ることとされているものというふうに認識しております。あの、ご指摘のあの、保険業法、それから監督審でございますけれども、あの、代理店が乗り合いをすることの是非でありますとか、損害保険会社がどのような場合に乗り合いを承認すべきか等々について、特段の規定は、あの、ございません。大門美吉君。えー、ですね。ですから、まあ、あの、許可を受け、 あの許可を受け,受けてくださいってあるんですけど、やっちゃいけないってどこにもないわけですね。ところは大手損保はですね、事実上許可しないと、高圧的に乗り合い拒否をする例が後を絶たないわけでありまして、乗り合いやったらうちの契約を解除するぞというようなことをやるわけですね。でそれは何を根拠にやっているのかなというふうにちょっと調べてみたんですけれども、その資料のですね、3枚目になりますけれども、 あの、こういう規定があるんですね。えー、上の4なんですけれど、えー、当社は代理店が次のことをやったら事前に再告することなく一方的に契約を解除するというのがあって、次のことをやったらという中の下の方の16番目にですね、代理店が信頼関係を失わせる行為を行った場合は、一方的に契約を解除すると。おそらくこれを使ってですね、 あの乗り合いをした,したいなど、けしからんと、それは信頼関係を損ねたんだと,ということを、いきなり契約解除というようなことを、まあ、論拠にしているような気がするんですよねで、突然あの、もうシャットダウン、システムをシャットダウンしたり、あのそ,のそうなると、その日から顧客対応、営業できなくなるわけですから、僕、えー、もうこうなるとはもう脅しでして、脅してでもこう乗り合いをめ諦めさせるというようなことを平気でやられているのは、 まあ、もうたかが、これ、こういうことをちょっとですね、拡大解釈してやってるんではないかと、他に法的な根拠は何もないんじゃないかと思うんですけどね、であのこの実際、この契約書の B 代理店というのは、ですね売り上げは伸ばしているのに、ポイント制度のために A 損保からの手数料収入が減る一方なんで、経営が成り立たないんで、あのやむなく乗り合いの申請を A 損保にしたわけであります。 で次,次の資料がその時の申請書ですね。代理店の利害承認し請求書ですね。で、この度あの代理店契約結びたいから承認してくださいとで。それに対して下の方に回答書っていうのがあってですね、えー、承認できませんと、えー。その理由は何かというと、お当社の方針だからとで。あなたは研修生出身だからと。 書いてあるんですねで確かに大手損保は、自社の研修生制度で、あのー、損保の扱い人材を育成するという制度を持っております、ただし、その研修生といっても、ですねノルマ与えられて、あのー、契約取らせるわけですし、代理店になってからも、まあ、A 損保のですねこの場合だったら、売上に貢献してきたわけですよね。えそういう、しかもこの B 代理店は、もう研修生っあって、もう20年経つと、それから。 じゃあ一生こうやって縛り付けるのかということなんですよね。で、さらに、えー、再申請したら、えー、この A 損保というのは一方的に契約解除ということで、先ほど申し上げましたシステムダウン、えー、までやっちゃったわけですねで。ちょっとあまりにひどいやり方なんでということで、金融庁ともちょっと相談しながらですね、え対応していただいて、今は、 あのちょっと一方的なやり方、ちょっと撤回して、システムは復旧して、話し合いを続けますというふうにあのなっているところなんですけど、まあ、こういう合意のやり方があちこちでやられているわけであります、でもう一つあの、別都市の資料なんですけど、これは昨日の夕方、あの入手したんで、別都市になってしまったんですけれども、これは同じ A 損保が、あの別の代理店に対して、もうこれは解除しちゃったんです。 話し合いの段階じゃなくて、4月にですね、もう解除をやっちゃったんですね。それを資料です。昨日の夕方やっと手に入ったんですけど、これは大変ひどいやり方でありまして、1枚目の資料はですね、要するに、先ほどの話なんですけども、まあ、どうしても乗り合いやるということなんで、や,やるなということに同意してもらえないから、契約を解除することにしましたという、まあ、一方的な通告をしているわけですね。 で、二枚目なんですけれど、これはわずか二日後です。その二日後に、そのお客さんに直接ですね、えー、この A 損保がですね、えー、うちは、あの、C 代理店との契約は終了したんで、今後はお客様の契約は A 損保の直営代理店で扱いますというのを、一方的にあの契約解除して、わずか二日後に今度はお客さんにですね、一斉にこれを送ったわけであります。 で、あの、小さな代理店です。地域で頑張ってる。で、なんかこういうのをいきなりお客さんに送ると、なんか不祥事でも起こしたかのような、問題起こしたかのような、あの代理店に思われて、もう地域での信用丸つぶれになるわけですね。だから、まあ、言うことを聞かなかったことへの、まあ、報復のようなやり方をですね、この英損保は、やったわけであります。4月にやったわけですね。で、この英損保の、 この方もですね、この C 代理店としておきますが、この方も、あの、A 散保の前身である丸〇,〇火災から40年、もう専続で、えー、なんですけれども、ポイント制になって、A 散保が、この前、あの、取り上げましたように、勝手にどん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 ポイント下げて、収入がどん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 下がってきて、えー、去年まで、ここは200ポイントが、あの、全体ポイントですから、去年まで170だったのが、 今年150ポイントで下げられて、もう経営ができないと。給料払えないということで、他の損保との乗り合いを申請したと。つまり、まあ、A 損保が追い込んでおいてですね、言うこと聞かないからと言って、一方的解除して、お客さんにまでこういうものを送ったということで、今もう経営の危機というか、潰れそうになっているわけですね。で、ここまで来ると、もう、いくらなんでも、上記を知っているやり方としか思えないわけでありまして、 まああの,、まあ今日のところは A 損保としときますけれど、ほかにもこの損保はです、ね、かなり高圧的に脅して乗り合いをやめさせるとかです、ねあの、乗り合いに踏み切ると、こうやって報復措置までやるというようなことであります、でこれはあの実はほかにもこの A 損保関連の事例が来てるんですけれども、これがあの A 損保全体の方針やり方ということならば、 これはもうあのメガですから、メガ損保でありますから、中小財政全体の将来に関わる大問題だというふうに思います。場合によっては、きちっと名前を挙げて、えー、追及をしなければいけないことになるかと思いますけれどまずですね、今朝あの金融庁にもあのこの生の資料をお渡しいたしました、こんなことを放置していいとは、到底思えないんですけれどまず事実関係をですね、あの金融庁としてあの確認してもらいたいと思いますがいかがですか。遠藤局長 あの委員から資料をいただきましてです、ねあの、それに関しては、あの基本的にはあの民間の,その個々の契約及びそび執行にかかる話ではあると思いますけれども、でも委員ご指摘のように、まあ、これがです、ね、その中小の代理店に対してこの、この損保会社としての対応として本当に適切なものかどうかという観点からは、これはあの我々行政としても見なければいけない話だと思いますので、えー、そこの実態については、えー、とその把握すべくヒアリングさせていただきたいというふうに考えております。大門君。 でこの方の直接あの、訴えの言葉があるんですけれども、まあ、こういう損法のやり方はですね、解除権乱用ではないのかということと、大体あのポイント制度が、ね、ずっとこういうふうに押し付けてやり方そのものが許されていいのかということと、あの研修生出身、この方は研修生、40年前ですね、何十年も研修生出身だったらばです、ね、乗り合いも許されないで。 保険会社が決めたポイントにただ従わなければいけないのかということと、この A 損保というのは、損保業界全体からしてもちょっと上記してて、もう自由化というのは都合がいいところだけ利用して、悪いところは球体のルールを適用していますと、こういう、あのということであの、えー、告発をされているわけではありますので、あの事実関係あの、調べてほしいと思います。でこの問題はです、ね、2009年3月に 日本損保代理業協会がです、ねえー、の代表が金融審議会の、金融庁の金融審議会のワーキンググループで要望を出されております。まあ、要するに、この乗り合いというのは、単にあの代理店の生き残りとか、代理店のためだけじゃなくって、お客様に多様な商品を提供するという意味からも、合理的な理由が認められる場合にはですね、 乗り合いを速やかに認めてほしいというようなことがあの出されておりまして、まともな要望だと私はあ思いますであの。ぜひこの点もあの、この間ね、金融庁の,あの事務方の皆さんね、あの大変大理なものでよく調べていただいてますし、ポイント制度にしろですね、まあ、あまり今まで金融庁のというか、行政の光が当たらなかったところにですね、 あのよく調べたりしてもらってますし、あのまあ、ポイント問題、調べてもらっている最中に、さらに乗り合い問題というと、また大変かも分かりませんけれど、まあ現場では大変なことになっているんで、まあ、この乗り合い問題が顧客にとってどうなのかというような点も含めてあの、この先ほど言った具体例だけじゃなくて、ですね乗り合い問題全体について、金融庁としても関心を持ってちょっと研究をしてほしいと思いますが、遠藤さん、いかがですか遠藤局長。 あの、委員御指摘のようにですね、あの、この専属代理店からこの乗り合い代理店にまあ転換するその乗り合い問題というのは、 あの、おそらく顧客本位の業務運営という観点からしますとですね、まあ、顧客にそのざまなこの種類のですね、あの、保険を提供する機会を与えるということで、これはあの、施行できる方向だと思います。ただ、おそらくですね、たくさんあの、この扱わなければならない、その、あの、保険のその商品というものがあると、それに対するきちっとした説明ができるような体制というものが、きちっと構築することができるのかどうかといった、おそらく課題もあると思います。そういったことをですね、あの、こう、ざまにあの、こう考えながら、えっと、この乗り上げ代理店の課題に関しては、えっと、我々実態把握に努めて、 議論してていいいきたいとういうふうに考えております大門君あの先ほど申し上げました、代、えー、理業協会の皆さんも、あの自分たちの,、ね、そのそれだけ扱う能力を高めることとかです、ね、そういうことはもちろん前提の上にに、ね、おっしゃっておりますので、あのそういうことを踏まえてあの、検討してほしいと思いますけれども、あの麻生大臣にあのお伺いしたいんですけれども、まあ、この間あの、地域で頑張る、中小の 損保代理店の問題が、あの、いろいろ、あの、金融庁で頑張っていただいてて、あの、ありがたいなと思っております。で、あのー、この前、あの、代理店の方とお話してたらですね、損保会社と代理店の関係っていうのは、もう像とありなんだと。もう本当に巨大な存在で、あの、非常にものが言えない。 あの、やられてしまう存在なんだと。でも、諦めているとね、あの、顧客にも迷惑かけるんで、頑張らなきゃというふうに、あの、おっしゃってました。で、基本的には、やっぱりあの、この優越的地位を、利用して、なんか自分たちの利益のことばっかり考えているところはあるかと思うんですけれども、で、そういう中であの、不払い問題なんかもね、起きたりするわけですよね。だから、こういうことが、あの、こういうカルチャーといいますかね、変えないと、あの、損保業界全体の、 まあ、あの張ってもないというふうに思いますので、この地域で頑張る、ね、代理店は顧客に一番密接にかかってますんでね、えー、こういうところを支えながら、やっぱり業界の健全化、図っていってほしいと思いますが、あの麻生大臣、一言いただければとい,うう思います麻生大臣あの、この保険代理店、今、20万ちょっとありますかね、そのうち15万ぐらいが専属、で4万9千ぐらいが。あの 乗り合いやってると思いますんで、まあ、三対一ぐらいの比率になっていると、あの、記憶をしますけれども、その、地方にありますところは、まあ、代理店が少ないこともあるのも一つでしょうけれども、ここ、転勤がないもんですからね、よく知ってるんですよ。選挙を頼むのは、こいつらが一番ってよく言うのは、もうね、あの、選挙やってる人なら誰でも知ってる話で、やってない人の方がおかしいぐらいみんな知りよく知ってる話なんですけれども、 一番詳しいこの人たちは。郵便局について僕は詳しいと思って、いつも職業としてはこの人たちかなと思うぐらい、転勤がないせいもあってそうなんだと思ってるんですが、そういう人たちの中で、今言われたように乗り合いになるっていうのはね、ものすごく商品が増えてますもんですから、知ってるもんだから、こお客に対して、このうちのやつよりこっちの方がいいですよってわかるんですよ。ちょっとできるのは、よく勉強してるのは。 そうすると、ちょっとそれを口切ってやると、今みたいな問題が発生すると、もともとの専属の方が何だお前ということになるっていう、まあよくある話。だから基本的にはこれは、あの、大門先生よくお若いのと、これは耳の話ですからね。これ、金融庁が出てくるとね、あの、民主党のよく言う金融処分庁にまた逆戻りかみたいな話されちゃかなねえから、だからこっちも、 私どもとしては、十分注意して対応しないといかんところだとは思ってますけれども、基本的には今言われましたように、これは非常に大きな問題なし、あの、大事な問題だと思ってますので、あの、今、遠藤答えましたように、丁寧に対応してまいりたいと思っております。大門三吉君。はい、あの、ぜひよろしくお願いします。終わります。はい。はいはい